こんにちは、今日もこのチャンネルへようこそ。はい、ということでですね、今回は第3回チャン大杯の告知やっていきたいと思います。はい、ということで前回の動画で少しだけお話しさせていただいたんですが、今回ちょっと細かく説明していきます。まず日時なんですが、2月の27日土曜日、14時からですね、順次試合を開始していきたいと思います。はい、対戦のですね、ルーム番号に関してはこの動画の概要欄もしくはコメント欄にですね書いておくので、本番当日はですね、そちらのルームに入っていただいて、まあ空いてる時ですね、はい、部屋が空いてる時に順次入っていただければなと思います。はい、ではですね、細かいルールを説明していきます。はい、では今回のチャン大杯のルールなんですが、まあ前回までとほぼ一緒ですね。イニングは3イニングに、させてください。普段のリアタイの2イニングとはちょっと違います。試合のルールに関しては普段のリアタイと全く一緒です。はい、一緒なので、まああまりルーム戦やったことない方はですね、普段のリアタイイメージしてもらえればと思います。ただですね、第1回チャン大杯、第2回もだったっけ？このスピリッツを一律にするっていうのをですね、やったと思いますが、これは自分が始めたてでチームが非常に弱かったってこともあったんで、させていただいたともあったと思うんですけど、今回はオフにします。なのでチームスピリッツがそのまま試合に影響するので、まあスピリッツが高い人がもちろん有利ではあるんですが、まあ自分もですね、まあそこそこのスピリッツになってきてるので、まあ今回はオフで、まあ普段のレア対ではもうスピリッツが上の人も対戦してるのでね、はい、ここはオフにさせていただきます。ただもし今回ですね、参加したい方で始めたての方や、まだスピリッツがちょっと低いなっていう、そういった方はですね、この動画にですね、コメントで、参加しますというようなですね、コメントを返信していただきたいんですが、その時にですね、その旨をですね、ちょっとコメント欄に書いていただければと思います。一律にしてくださいとか、はい。まあ、ちょっと後でフォーマットみたいなのを出すんで、はい、そちらを参考に出してください。はい。そしてですね、今回はちょっと新しい試みをしてみようと思います。第3回チャン大杯、まあ、本大会みたいなのがあるんですが、その、ちょっと、それの脇で、チャン大杯の純正杯を、やりたいと思います。はい。まあ、純正杯に参加される方のですね、まあ、条件に関してなんですけども、まあ、その普通の本戦の方ありますね。まあ、本戦の方はですね、まあ、どんなチーム使っていただいても構いません。ただ、純正杯は、まあ、純正杯なんで、必ず12球団の、どっかのチームに、まあ、選手が統一されてるチームで、出ていただきたいなと思います。で、それで出ていただくときの注意点なんですけど、同じユーザーの方で、その普通の、まあ、12球団でも何でもありのチームに出るのと、純正杯、どちらにも出るのは構いません。同じユーザーの方でも。ただ、同じチームで出るのは NG とさせていただきます。つまり、純正杯で、例えばジャイアンツの純正で出て、その本戦の方でもジャイアンツの純正で出る。これは NG とさせてください。それの場合は、ま、純正の方は、ま、例えばジャイアンツの純正で出て、本戦の方は12球団の方で出る。12球団のチームで出るとか、まあ、そういう風にやっていただければなと思います。はい。同じユーザーの方でもね、そこは大丈夫なので、チームさえ書いていただければ。はい。でですね、今回ちょっとまあ、初めてなんで、まあ、どれぐらいの方がいるかわかんないんで、ちょっと制限を5名までとさせてください。純正杯の出場資格のある方を。で、まあ、最大5名とするんで、まあ、1人しか、返信が来なかったら、まあ、1人だけなんですけど、まあ、5名とさせていただければなと思います。で、申し訳ないんですけど、5名は先着順、コメント、早く返信してくれた方の先着順にさせていただければなと思っております。純正杯の方もルールは全く同じルールでやろうと思うので、その旨ですね、やっていただ、注意してやっていただければなと思います。はい。ではですね、この参加するにあたってですね、まあ注意事項というか最後に説明しますが、今画面にも出すかもしれないんですが、こんな風に返信フォーマットみたいなのを作っておいて、この動画の概要欄とかコメント欄のどっかにこのフォーマットがあるんで、これに従って入力していただければなと思います。はい。で、この際にですね、さっき言ったようなスピリッツを一律にしてほしいとか、そういったご要望事項があればお伝えしてください。ちょっとですね、自分最近ちょっと結構バタバタしてるんですけど、例えば2月27日以外のこの日だったら大丈夫とか、まあ、そういった、まあ何でもいいんで、はい、あれば、書いていただければなと思います。
はい、そしてですね、チャン大杯当日ですね、これちょっと当日の注意事項なんですけど、試合が終わったらルームを速やかに出てください。これちょっと忘れる方もねいるので、そこだけは注意してください。で、まあ、そこは忘れてもいいんで、その対戦が終わった後ですね、この動画の YouTube のコメント欄をチェックしていただければなと思います。ちょっとルーム抜けてない方がもしいたら、ルーム抜けてくださいってこのコメント欄に返信したりとかするんで、ちょっと YouTube のコメント欄はですね、随時、大会中はですね見ていただければなと思います。以前もちょっとその急遽ルーム番号を変更したりとかそういうのもあったんで、そこだけはですね注意して、見ていただければなと思います。はい、まあ、そういった感じでですねちょっとやっていきたいんで、まあ、ちょっと第3回ということでですね、まあ、結構あれから時間が経って第2回から、まあ、自分もどうなるか分かんないですけど、まあ、今回もですね、だいたい16、18名ぐらいの方がね第1回第2回参加していただいてるんで、それぐらいの方が来るのか分かんないですけども、はい、ぜひね参加していただければなと思っております。はい、ではですねちょっと、動画これまでこれで終わりにしたいと思うので、また2月27日にお会いしましょう。ちょっとですねこの後ですね、別にボツにしたわけじゃないんですけど、上げるタイミングを失って、まあ、結構1ヶ月ぐらい前に撮影した動画なんですけど、まあ、リアタイの動画ちょっと撮影して上げてないのがあったので、ぜひですね時間がある時ある方はこの後、その動画もですね見ていただければなと思います。はい、では今回ここまでになります。チャン大杯でお会いしましょう。ありがとうございました。こんにちは、今日もこのチャンネルへようこそ。はい、ということですね、今回の動画でですねちょっとリアタイの企画をやっていこうと思います。ではですね早速リアタイの前に今日何やるかを説明していきます。はい、ではですねまずは普通にリアタイやっていきたいんですけど、今日ですねちょっと試したい選手がいまして、それが、小川投手ですね。で先日契約書を引いて当てたんですけど、果たしてねリアタイで通用するのかと、まあ、しかも今自分名人8位なんで、まあ、そこそこのところは結構上手い人と当たるはずなんですね。それで通用するのかどうかっていうのをですね今日検証していきたいと思います。まあ、特訓もぼちぼち上げてますし、特殊能力ですね、このタイピンとコントロール回がかなりね生命線になると思います。ちょっとレベル5まで上がってないんですけど、この2つをですね、発動すればもしかしたらワンチャンといったところになるかなと、個人的には思っております。まあ、球種もツーシーマー持って球種数も多いんですけど、まあ、B 球種以上もないですし、ちょっと通常時厳しそうな気がするんですけど、まあ、ちょっと配球とかもまだ全然ね、今回ちなみに初めて使えますリアタイで。はい、でですね、まあ、小川投手試すだけだったらなんなんで、今ですね中継ぎ4人いますが、まあ、石山投手の A ランクを入れて、あと、まあ、野手の方ですね、セカンドに山田選手がいますが、皆さん分かりますかねこの3名。はい、2020年 FA 権を取得してヤクルトに残留した3名ですね。はい、ヤクルトの愛を貫いたこの3名をですね駆使して今日は、小川投手ですね、まあ、試しつつリアタイ勝利を目指してやっていきたいと思っております。では早速やっていきましょう。はい、では早速やっていきます。大会が終わってからですね、さっき大会が終わって初めてのリアタイやったんですけど、ちょっとかなりやっぱボールが遅く感じてあんまり打てなかったんですけど、まあ、なんとか勝って、まあ、結構調子いいんですよね今季ね。はい、ちょっとなんとか勝ちたいところでありますが、はい、早速やっていきましょう。はい、終わりましたでもいやこれはですねちょっと終わったわ、これはいかん。でも逆にこの宮廷の方に通じをすれば、まあ無失点はね正直きついと思います。ただある程度通用すればね、なんとかなると思うんで。見ないですもん小川投手、自分も対戦する人ほとんど見たことないですよ。だからこそ、あえ逆にね、あんまり見たことないからもしれないんで、ちょっと打ちにくいかもしれないですよ。この辺り見ていきたいと思います。うん、ちょっとツーシーム狙われてるかもしれないですけど、ちょっとボールになるように、いい
たけどね、はい、投げる球があんまないな。ちょっとカットボールこの時点でやばい。この時点で投げる球ないってやばくないですか。スライダーと勘違いしてほしいな。おお、いいじゃないですか。狙われてるかもしれないけど、いきます。おおおお、いいよいいよいいよ。ちょっとフォークも投げてみようかな。ちょっとね、チェンジアップやっぱ怖いですね。こんぐらいかな。おお、ちょっと入ってますね。でもただちょっと、あん、なんか打ちにくそうですね。今度はスライダーを、あー、ちょっとタイミングが早くなってますけど。おお、見ますね。ちょっとしつこくいきます。ちょっと怖いですけど、もう一回いけます。あー、やっぱね、もうこの辺だと踏んない。いや、今ストレートいったらな、やられそうなんだよな。濃く行くと見せかけてフォーク。これはやばいな。あー、もう何投げよう。中途半端なフォーク。おお、オッケー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 。いいですよいいですよいいですよ。あ、コントロールは出てるんで、ちょっとスライダーからいきますか。これ左バッターの方が小川投手いいかもしれないですね。多分なんか右の方が投げづらいかも。左バッターの方が若干投げやすい気がするんだけど、どうかな。そんなことないかな。おお、いいいいよいいよいいよいいいい。どうですか皆さん、小川投手タイピン出なくてもいいですよ。相手球程の方ですからね。5割の打率、5割超え。さあ、自分もね、今ね、打率が4割超えてて調子いいんで、まあ、大会前の話なんですけど、ほとんど。さあ、山田選手、山田選手も打ちたい。初球ボール、スピードボールを持っています。ナイスマッチ、オッケー、いいですよいいですよ。あー、行ってもよかったな今。どうですか。そうだ、マジで今のは今捉えた感覚あったけどな。ちゃんとね、フォークが落ちないのも見極めたんですけど。おお、さっきと同じ、自分がやったのと同じことやられそうでしたね。これセーフでしょ。あ、ボールかな。あ、ボールですね。全然ボールだった。ランナーを警戒すれば当然早い球がスライドになります。よし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 、いいですよいいですよ。さあ、ここあ、タイピン出てますね。あ、食っちゃった。これタイピン出てるんでボールです。はい、しっかりとタイピンが出てることを。これは入りますね。まだちょっと出てなかったな。うん、ツーシームが相当曲がるんで嫌ですね。どうかな。あー、惜しい。あ、しかもタッチアップしないの、なんで。タッチアップできるでしょ今の。惜しかったなあ。あー、今のは捉えたいボールだな。あー、いかんいかんいかん。いやー、柴田詰まった。
や早いんだよな。ボール、あー振っちゃった。ボールって分かったんだけどな。多分ね、フォークは投げてこないと思うんだよな、ボール球にしか。フォーク打ってるんで。あー、ミスった。やっちゃったな、今のストレート打ちたかったな。いやー、やっちゃったかも。ちょっとやってしまいましたね。あー、ここもそろそろ危ない気がする。ストレート投げてないんで。え、嘘。マジ？オーケー。いやー、きついな。今最後何投げますかね、皆さんだったら。ちょっとあんまり最後何投げるか。初球ボールになりましたけど、これを徹底したい場面ですからいいと思いますね。甘い。危ねえよ、マジで危ない。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。気になる攻撃です。このカウントランナーはどうするか。さあ5球目は何か。あっとここもフォアボール。やっぱカットボールと見えてますね。タイピン出て、お願い。タイピン、あータイピン出ないか。タイピン出ない。ちょっと石山投手に積もったな。いやー A ランクだし、そろそろこの辺危ない気がするんだよな。さあ1打出れば先制、変化球打っていった。金ドラゴンズ打席には村上。ドラゴンズここに来て得点を許しています。バッターボックスには代打のこの先。いやー、あとどの球種のどのボールが使えるかな。チェンジアップ投げてみようかな。ちょっと怖いんですよね。うん、やっぱり1球は持ったけど甘い。あ、いや、ちょっとこれきついな。あ、タイピン出ましたね。タイピン出た時どうなるかちょっと見てみたいですね。はい。さあどうなるかな。あ、よかったよかった、タイピン消えなかったですね。じゃあちょっと外にスライダー、4分ぐらいからでいいんじゃない。わあ、もったいに曲がるな。ツーシームが結構曲がるんで狙われてるかな。おお、いいですよツーシーム。うわ、見逃す。あー、きつい。もうちょっとツーシーム多投してもいいかな。スタミナがね、あ、切れましたね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。そうだ、タイピンでって今プラマイゼロぐらいかな、こんぐらいかな。落としてきましたが、これは外れます。ちょっと継ぎますか。ちょっと本当は他のピッチャー継ぎたいですけど。今のコースのストレートはね、なかなか予想できないはずです。あ、ちょっと甘い。やばい。あれ、全然思ったより落ちなかった。しかも今のこれはもう、あ、全然落ち、あ、よかったよかった、全然落ちないですね。あれ、変化量1、マイナス1ですよね。こんなもんか。
ちょっとヤクルトファンの方が見てるか分かんないですけど、ヤクルトファンの方々のためにもなんとか危ねえ今のはもう、あ、これセーフなっちゃうかな、困ったな、きつい、よし、強制コールだけ食らわないように。この人中継ぎいないんだろうなって思われてるのかな。最後まで気持ちの入ったプレーを見せないといけませんよね。さあここはしっかり守りたい。甘い、おお、危なかった。はい、ちょっとこれ小川投手きつ、もうちょっとね配球があるはずなんだよな、何かしら、何かしら多分もうちょっとねいい感じの配球があると思うんで、ちょっと勉強します。あー、狙ってたんだけどな。ありがとうございました。はい、1点も取れなかったのがまずいな、そもそもね。はい、これだったら小川投手が抑えてても勝ててなかった。なんとも、ちょっと難しいな。おそらくこういう言い方したらあれですけど、まあ、クロートぐらいとかだったらワンチャンいけると思うんですけど、まあ、でも今の方ちょっと、難しいですね。はい、まあ、モサには通用しないっていうのは分かったんで、はい、ではですね、次の試合ちょっともう1試合やっていきます。はい、ではですね、第2試合目はですね、久々のドラゴンズ純正でやっていきたいと思います。シリーズ2でミキサーやったんですけど、あんまりこうニューの選手が出なくて、まあ、結構 A ランクの選手がまだ多いんですけど、なんとかね、その中でも、まあ、ちょっと今ねランク帯もランク帯なんで、なかなか結構強い人と当たるんでね、厳しいとは思いますが、なんとか頑張っていきたいなと思います。で、今回は、この二遊間ですね、まず、セカンド荒木さんとショートの岩田さん、この2人をですね 1,2 番で使っていきたいと思います。まあ、ちょっと A ランクなんで能力もガクッと落ちますし、まあ、長打は狙えないとは思うんですが、はい、ここね今日はちょっとやっていきたいかなと思います。ちょっと先発はさすがに大野投手で行かせてください。リリーフはね揃って、まあちょっと副投手ね今極みにしてる最中なんですけど、はい。でですね、ちょっとすごくどうでもいいんですけど、木下選手が2020年まで応援歌が野手の汎用の応援歌だったんですけど、2021年の2月1日にですね、専用の応援歌が作られて、あと大野投手も作られたんですよ。ドラゴンズでピッチャーで応援歌を作られてめちゃめちゃ珍しいことで、すごくね胸を打つような歌詞が、印象的でしたが、あと福留さんも新しい応援曲を作られましたが、その応援曲もね早速木下選手も作ったんで、まあ、得点圏で回ってこなければ流れると思うのでね、まあ、っていうかそもそもそこまで回るかも分かんないですけど、2イニングなんでやっていきたいと思います。はい、相手名人9位の方です。あ、前田投手は大会で1回だけ対戦したんだけど、どうですかね、 A ランクですけど、でも長だから多分変化量マイナス1になったりマイナス2にならなかったり、あ、まあでも純正だからほとんどマイナス1にならないですね。あ、でも A ランクの極みだったらそんなに落とされないですね、スピリッツね。あ、これは助かりますね、ちょっと、うん、あ、これはいいぞ。マイケン投手はツーシーム E だった気がしますね。荒木さん、ナイス、応援歌もいいですね、荒木さんのね。ちょっと井原さんの応援歌はファンファーレが長いんで多分流れないかもしれないですけど、これですね、マイケンスライダー。あ、行ってもよかったな。ライト方向流しました。岩田さんらしかったですけどよく見たよ、ああいうの現役時代。ああ、ちょっと早い、やっぱちょっとねタイミング早いんですよね、まだ大会慣れしてて。うっそ、マジで言ってんの。あ、ボールだと思った今。いや、ただ
大会で打った時打ちにくいなって思ったんですけど、ランク戦なら大丈夫そうだぞ。全然大丈夫だ。もう2回触れるぞ今バット。ランク戦だったらマイケンスライダーついていけそうだな。あ、いや、またやっちゃった、引っ掛けちゃった。いやー、しまった。さあ、これからドラゴンズが今のコース結構使ってきますね。見てください、この守備ほとんどA ランクなのに守備めっちゃいいんですよね。相手の方結構打率高かったんで4割ぐらいありましたよね。あ、甘い。いや、打てないことないぞ。これ勝ちたいな。まあ、ちょっとさっきのはあれですけど、さっきは残念でしたが。ちょっと危ないかな。あ、やっぱ速い球張ってますね。あー、マジか。取り行ってんだけどな。ちょっと今ね、落ちるツーシームかなり多投したんで、ここで投げるとちょっと危ない気がするんで。あー、抜かれるか。まずい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 。ちょっとバースさんもさすがにスピリッツが。この守備見てください。アライバさんの463よくなかったですか今。めっちゃかっこいい。やばいな。これ見てくださってる皆さんはそんなに盛り上がってないかな。自分だけがめっちゃテンション上がって。これ相手が A ランクなんで本当はここでね、医療選手を代打で。やばいやばいやばい。ちょっと待って、ちょっと興奮ちょっと一旦沈めて集中して。あー、早い。やっぱね、早くなっちゃう。え、なんで？なんで何してんの？指が動かなかったよ、ちゃんと。あー、いかん。ちょっとさっきの空振り何だったの？もう。ちょっとここ無失点でいきたいですね。5番バッター山田。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で。なんかこの間の生放送でもあったんだよな、さっきのなんか。ごめんなさい。バッターボックスは6番坂本。ちょっとやばいな。ヒットでランナーを1塁に向けます。甘い。あー、あかん。あれ、ごめんなさい。なんで？これね、今ツーシームこの人が狙ってるって分かったんですけど、あえて投げたんですよ。ツーシームを打たれた後、このタイミングで落ちるツーシームです。さっきのタイミングで投げると、あ、そんな変わんないかも。ちょっと絶対絶命だ。ちょっと、次いますか。ドラゴンズピッチャーが変わります。タイピン出ないか、厳しい。
ゲッツゲッツ。いやなんでこれ、ありがとうございました。でセク、あーセカンドゲッツ。あーいやーもう打てたでしょ、マイケン投手。やっちまったな、マジで。本当にやっちまった。いや正直ですね、荒木さんのヒット打った時、あ、これ打てるなって思ったんですよ。あの時油断しましたね。はぁ、やっちまったな。いや今の今のどうすればよかった。いやでも今多分中間守備にしてたら間に合ったかな、ゲッツ。はい、ちょっとプラチナさんの昇格かかってたんですけど、まあ、今みたいな感じでね、A ランクのピッチャーが出てくれば、まだ、よかった。よかったんだよな。タイミングとしてはよかったんだけど、勝てなかったですね。はい。ということで、ちょっと、2連敗ということでしたが、いやー、ちょっと、まずはね、大会慣れしてるのを戻したいなと思いますね。なんか、全部引っ掛けちゃったりとか、早く行ったりとかしてたんで、はい。ちょっとまずは、なんとかそこを戻していってですね、また頑張りたいと思います。はい。では今回ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。